マグマダイブ行ってきまーす。マイクラの世界に狂乱の猫が現れた。どんどん増えてきたニャンコ大戦争シリーズ。皆さんどうも、鉄太郎ドイヒーです。アイアンゴーレムになっちゃってるよ。いつも皆さんコメントありがとうございます。前回のドイクラは鉄太郎トラップを作ったんだけど大失敗。コメントによるとアップデートされて湧かなくなっちゃったのかもってことだね。また新しい作り方が出てきたらそれをパクろう。パクろうって言うなよ。参考にするって言いなよ。うるせえ。パクろうなんて言ってないよ。絶対に言ってたよ。それでは今日も頑張ってマインクラフトやっていきましょう。今日はニャンコ大戦争作りでもしようかな。マグマキモネコを作りたかったけどもまだガラスの準備ができてないから今日は狂乱の猫を作ってみよう。なんでよだれ垂らしてんだよ。お腹減ってんのか。今回は白い部分と顔用も黒い部分をスーパースミで作っていくぞ。スーパースミじゃなくて黒曜石ね。スーパースミを作るためにマグマを入れるバケツを持っていく。あとダイヤのツルハシを持っていく。そして羊毛、これで足りるかな。もしかしたら今回スッポンポン祭りがあるかもよ。変な予告しなくていいよ。ここが中心、キモネコの隣に作っていきましょう。もうキモネコより大きく作っちゃおうかな。絶対やめときなよ。黒曜石とんでもない量必要になってくるよ。まずは素材集め。サバイバルってこれが一番大変だよね。マグマをゲットしていくぞ。めちゃくちゃたくさんあるように見えて全然救えないや。いるのにいないお化けマグマだね。なんだそれ、わけわからんこと言うなよ。それじゃ今日はマグマ祭りもやっちゃおうかな。なんでもかんでも祭りにしようとするんじゃないよ。それじゃマグマ祭りスタート。マグ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 マ、マグ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 マ、上から読んでもマグマ、下から読んでもマグマ、だけども鼻毛は下から読んだらゲナハゲナハ。ってなんで最後鼻毛の話だよ。聞いていただきました、マグマダイブでわっしょいしょい。この曲で東京ドームでライブします。しないよ、お客さん誰も来ないじゃないか。歌ってる間に大量のマグマをゲット。プールにマグマを入れてスーパースミ作っていきましょう。こんなのをプールって言うなよ。さあガンガンスーパースミ作ってゲットしていきましょう。一番時間がかかる作業、せっかくだから皆さんにノー編集で見ていただきましょうか。しんどいわ、ただただ削ってるだけの映像。それじゃあ編集で集めるところはカットして、だいたい50個くらいのスーパースミが集まりました。素材は集めたので作業していきましょう。地面から5段目のところから体を作っていきます。下半分の枠組みから作っていきましょう。横は全部スーパースミでいいかな。縦部分は途中までスーパースミ、横はがっつりとスーパースミで作っていく。横は丸の半分くらいまでスーパースミにしてみたよ。それじゃあ縦をどれぐらいの高さまでスーパースミにするかだね。イラストで見る限りでは結構スーパースミだよね。でもこういうのって作ってみないとよくわからないからね、作りながら調整していこう。一旦これぐらいの高さにしてみたよ。下半分真っ黒とかだったら作りやすいのにね。スイカの一部分が黒いって感じだからこれは作るの難しそうだよね。枠組みができたから肉付けしていきましょう。でも時間かけてゲットしたスーパースミがどんどんどんなくなっていく。またスーパースミ作っていくぞ。というわけでマグマ祭りだ。マグ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 マ、えいって。また歌わなくていいよ。地味に作業するよりも楽しく作業した方がいいのにね。さっきはいちいち地上まで上がってプールに入れてたけども、今回は地下にプールを作ったぞ。上まで上がる時間もったいなかった。あじゅっぺじゅっぱー。今回は1000個ぐらい作ったよ。100個くらいだよ。計算できないのかよ。こんだけあれば十分じゃないかな。頑張って続きやっていきましょう。作るのが分かりやすくなるように上から広げて作っていこうかな。上から1マスずつ広げていってみよう。
イメージと違ったら後で作り直せばいいだけだからね。失敗は成功のもともと。元が一個多いよ。上から下に徐々に広げてみたけども、どんな感じなのか見てみよう。なんだこれ、なんか思ってたイメージと全然違うな。まずは三日月みたいな形を作りたいのにな。これじゃガッタガタだもんな。作り直し。スーパースミだから作り直しが大変。集めるのも大変だし、こんなことなら藍色の羊毛にしとけよかったな。大失敗だよ。あじゅっぴじゅっぱ。でも黒曜石の方が狂乱っぽくていいよ。先生に褒められても嬉しくないな。慰めたらまさかのこっちが傷ついたよ。あじゅっぴじゅっぱ。あと白の羊毛も使っていった方がよりイメージが湧きやすいかな。さっきよりはかなり良くなったかな。でももうちょっと滑らかに上がっていった方がいいか。確認しては直して、確認しては直して、たまに寝ての繰り返し。寝るのは繰り返すなよ。修正を重ねてかなり良くなってきたんじゃないかな。さあ続き頑張っていこうって。またスーパースミがなくなっちゃった。あじゅっぺじゅっぱー。想像以上にスーパースミが必要だな。大変。それではまたマグマ祭り行こう。マグ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 マ。何回やるんだよ、もういいよ。楽しくマグマ取りやらせてよ。うわぁ、マグマで燃えちゃった。マグマ祭りなんてやってるからこんなことなるんだよ。うるせぇ、先生がゲーム中に話しかけてくるからだろ。先生のせいかよ。でもツッコミはやらないと。3回目のマグマ祭りでたっぷりとスーパースミ集まりました。さあ作業再開していきましょう。どんどんとスーパースミをつけていき、後ろ半分ができました。ちょっと滑らかになりすぎたけども、後でイラストみたいにデコボコにしていきましょう。ここでまたスーパースミがなくなっちゃいました。どんだけなくしてんだよ。スーパースミとんでもない量使ってるよ。スーパースミ1年分は使ったね。1年分ってどんだけの量だよ。それじゃまた行きましょう。マグマ祭りでーいって、間違ってマグマダイブしちゃったよ。あじゅぴじゅぱー。なんとか戻ってこれたからよかった。戻ってこれなきゃアイテム全ロスだったよ。でも全ロスの方がみんながメシウマ。メシウマじゃないよ、修繕付きのダイヤのツラハシも持ってたからメシマズになるとこだったよ。まあ結果無事だったんだからいいじゃんいいじゃん。4度目のマグマ祭りを終えて、またスーパースミいっぱい集めたぞ。スーパースミだけじゃなく羊毛もなくなったから集めていこう。スポンポン祭りだい。スポンスポンでスポンポン、スポンスポンでスポンポン、スポンスポポポポンスポポンポンスポポン。ってこの歌どんだけ大好きなんだよ。噂ではどこかの小学校でこの歌がチャイムになってるとかなってないとか。なってないわ。こんなの使ってたら PTA が黙ってないよ。ガンガン羊毛集めていこう。あれ毛が切れないなって、こいつハゲだったよ。ハゲって分かってていじってるだろう。素材が集まったから作業再開。スーパースミの部分をつけて、あとは羊毛をつけるだけ。これで前から見た部分ができました。横から見たらこんな感じ。狂乱の猫ってこんな感じなのかな、よくわからんけど、まあいいか。あとは上半分の丸を作っていきましょう。って言ってもいつも通り作るだけなので編集でカット。上半分もできて耳もできました。次は顔を作っていこう。目と口がいつもとは違うからね。どうやって目を作っていこう。いつもは真四角だけども、今回は十字キーみたいな置き方してみようか。これで一応丸ってことにしておこう。続いて口。口は四角にするだけだからまあ簡単か。これで顔ができました。次に足。足は根元がちょっと黒いんだよね。だから根元はスーパースミで作っていこう。って暗すぎて何が何だかわからないな。先生の心の中ぐらい真っ黒。先生真っ白だよ。目印になるように土を置きながら作っていこう。
根元から途中までスーパースミをつけていき、先っちょは白い羊毛、足はこんな感じ。あとは最後の仕上げだ。下の部分が滑らかすぎるからイラストみたいにデコボコにしておこう。要所要所羊毛を削ってスーパースミに変えていく。これでめちゃくちゃ時間はかかったけども、狂乱の猫出来上がり。ほとんど黒曜石を作ってるだけの時間だったね。それでは完成した狂乱の猫を見ていただきましょう。どうぞ。下部分がいい感じにできたね。でも目が丸じゃないのが残念だね。目の真ん中も真っ白じゃないからいけないのかな。真ん中に羊毛つけとこう。これでちょっと見栄え変わるかな。修正したのがこちら。さっきより目は良くなったかな。まあ狂乱の猫ってわかるからこれでいっか。たくさんできてきたにゃんこシリーズ、次回はマグマキモ猫を作ろうかな。そして狂乱の猫うまいと思ったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。